ランの遼河選手、この選手も、全然大きな舞台、英雄伝とかね出られてるんですけども、全然若いのに物おじせず、緊張感もしっかり持った状態で、物おじせず、攻撃できている。で、左のミドル、はい、この角度の微妙な変則的な角度の変え方がうまいテクニシャンタイプですよね。すごいタイミング合わせたりとかずらしたりとかできるところの選手なんで、この2人面白いですね。 MTS 所属、岡山の神童平野遼河、格闘技の英才教育を受けた彼は過去には那須川天心と対戦したこともあり、アメバ TV 那須川天心挑戦者決定トーナメントにも出場した経歴を持つ。中国で行われる英雄伝説のアジアチャンピオントーナメント3人の実力者。一応、今年の5月にブラジダムラの元チャンピオンと対戦に携わって、まあ、キックルールなんですけど一応勝ってるんで、まあ、このぐらい大丈夫かな。プレッシャーは特にないです。今回対戦相手ちょっと分かんないんですけど、相手どんな選手か、まあ、タイで試合経験があって僕よりもエタイルール慣れてるかなとは思うんですけど、まあ、日本では僕の格上なんでしっかり結果で分からせてやろうかなと思います。対する相手はライ選手はめちゃくちゃいいですね。もうすごいしっかりした構え方から一発一発重いパンチも蹴りも、特にパンチは重たいですし、フィジカルが強いなと思います。トリプルエイトジム所属、シンデレラボーイライ、ラジャダムナンで3階級制覇したムエタイのレジェンドブンナムチョーワイ君氏に支持し、本場タイの殿堂ルンピニースタジアムやマックスムエタイで経験を積む逆輸入ファイターのライは参戦全勝の超新星。またホーストカップキング大阪4でも劇的なワンパンでノックアウト KO 勝利を収めている。平野遼河君対策でスパーリングするんで見といてください。怖いものがないっていうか、相手の攻撃がなんかこれ怖いな、まあ普通オープンフィンガーの方がパンチとか当たるんかなって、結構避けるのうまいん で平野遼河君は、まあ、YouTube で試合見たんですけど、まあ、速くてうまいなって感じましたね。一緒に 2FC 盛り上げていきましょう。誰より第9試合ストロー級3分3ラウンド肘やりを行います。青コーナー MTS 所属、平野遼河、岡山の神童平野遼河。赤コーナートリプルエイトチーム所属、超新鋭の逆輸入ファイターライン。さあこの試合は 2FC ストローク級、リミットは 56.7kg です。3分3ラウンド制、延長は1ラウンド用意されています。さあここでゲスト、新しいゲストをお越しいただきました。誠さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、青さん、誠さんよろしくお願いします。お願いします。ラウンド、さあ第1ラウンド始まりました。いや、これ何とも言えない緊張感ですね、これは。まあ、この今回この2
二人の試合が一番興味あって、ああそうなんですね、映像見させてもらったんですけどね、あのライ選手強いな、ヨガ選手も上手いですしね、はい、はあ、ただフィジカル差で、ライ選手のフィジカルが強いんですよ ね、 そうですね、パンチもあるし体が強い、ねえ、しつきさん、このライ選手の体つき見てもやっぱすごいですよね、いやもうムキムキです ね、 ねえ、もう目がハートですよなるほど、いやいや、リョーガ選手もね、はい、結構キャリアも海外での試合とか、ね、積んできてるん で、 で、ね、お互いそうですけどね、そうですね、はい、ほんであのこの左のミドルとハイの変則が、はいはい、素晴らしいんで、あ、なるほど、これをうまいこと駆使しながらですけどね、そうですね、両選手、ライ選手のでもこのプレッシャーが強い、そうですね、そうですね、非常に強い、常に中央を取っているのはライ、それに対してリングを大きく回りながら応戦しているのが平野亮賀です。いや足の筋肉もすごいですね、そうですね、いや反応もいい、うん、顔面の前蹴りをスウェーバックでした。おっとカウンターを合わせていくのは赤いグローブライ、さあまたも金網を背負うのが青いグローブの平野亮賀です。さあそこにパンチをまとめていってからローキック、さあ肘まで行く、すごい攻撃だ、さあ止まらない、ここぞとばかりに狙っていく、サムカさんこういうことですよね、そうですね、これはほんまに亮賀選手必死、もう必死こいてつら、あ、食らいついていってますけどね、あ、はい、まあ、それだけライ選手の攻撃がやばい、ガードの上からでも効いてますね、これそうですね、うん、強烈ですね、腕をだらーんと下げて打ってこいよと言わんばかりのライの姿勢、あ、さあ平野亮賀も応戦するがなかなか顔色を変えることはできない、いやすごい試合だ、ライ選手の安定感がすごいですね、はい、そうですね、もういろんな攻撃を受けても変わらないですよね、すべて返せる力を持っている、それが赤いグローブライです。さあインローからワンツースリーからアッパーまで、あそこで飲まれない亮賀選手もすごいですね、そうですね、素晴らしい、反撃しました、うん、さあ軽くローで触っていく、さあまたそこを少し見合いながら、見合いながらじりじりとお互いの成功圏内に入っていく、さあ平野亮賀もこのプレッシャーに負けない、負けないこと、おっとスリップ、体勢を崩したスリップです。今は少しあれですね、あのライ選手サスポにスイッチした状態で蹴っていましたね、はい、さあここで第一ラウンドが終了、さあ感想をお聞かせください、サムカ代表いかがでしょう。いやもう2人ともハイレベルな戦い方で、はい、しかもパワーのあるライ選手ですね、ほんで、はい、スピードのある亮賀選手、はい、でパワーで押し切っていこうとしてるんですけど、亮賀選手もねしっかり耐え切って反撃をしっかりしてるんでね、はい、まだまだ一進一退の攻防が続いてるかなと思います。なるほど、じゃあ第2ラウンドまだまだ注目ですね、はい、はい、さあ、ゲスト解説誠さん、はい、誠さん、はい、どうですか、元気になりましたか。元気になりました。なりました。元気だよね、ずっと元気だよ、ね、1ラウンド見てみていかがでしたか。どうでした。あの拳パンチなんですか。はい、ジェスチャーが可愛い。目が追いつかなかったです。早すぎてすごかったです。お腹痛くないよね。さあさあ注目の第2ラウンドです。青さん2ラウンド目注目ですよね。いやすごい、ライ選手のオーラがすごいなと思っても、ね、本当に雰囲気を持っている、はいはい、さあその青さんが雰囲気を持っているというこのライ、さあ2ラウンドも同じようにこの雰囲気、独特の雰囲気で攻撃をしていく、そのプレッシャーに負けないようにとしっかりと口を真一文字にしながら戦いに行くのが平野亮賀。おっとしかしローから右のストレート、左のフックを回していく、さあ右のフック、さあライのこの圧力がすごい、最初っぽいですよね、あのパンチの力とかも、ね、確かにパンチはとても非常にコンパクトに打ってくる、集中力がすごいですね。おっと右の、はい、右のフック一戦ダウン、たまらずダウンだ。平野亮が効いた、いやこれは効いた、いやこれはかなり効いてますね。危ない危ない危ない。さあ、再開だ、これは危ない。平野亮がどうにかこの時間はしのぎたいぞ、
そうはさせないとライ、どんどん圧力を強めて前へ出るボディ、左のボディ、さあ右の左のハイはガードして、さあ右のアッパーから左のフック、一発一発が重たいですね、サッカー代表。いやもうほんまに、はい、体幹がぶれないですよね、本当にあんだけ振ってるのに。そうですよね、乱世の中にもこうたくましさがあります。軸が全然ぶれない、そうですね、やはり鈴木さん、そこはやはりこう体つきから見てもそう思いますよね。そうですね、はい、山の後、涼雅選手あんだけいってるのがすごい、すごいですね、根性ある、非常に気持ちが強い、めちゃくちゃ根性ある、はい、こいつすごい、すごい、さあ倒しに行こうと言わんばかりの平野涼雅、まだまだ分からない、たまらず首を掴むのがない、さあこのまま肘に移行していくのか、さあ膝に膝を入れる、さあここでブレイク、いやすごい試合だ、すごいです、ハイレベルですね、さあ残り時間、さあ左のハイを見せる、それは片手でガードして右のフックを返し、しかしお互いにランダーランダーランダー、おーっと危ない、まだまだパンチを浴びせていく、いやこの平野すごいですね、いやすごいすごいすごい、あこから巻き返してすごい、すごいですね、この金網今強いけど、ライバーッと見た、ライが腰を落としたぞ、左フックで平野涼雅の左フック、さあまだまだ分からないこの試合、いや分からん、この試合めちゃくちゃすごい、すごいですね、いやすごい、いい試合だ、ここは、うわ聞いた、おっと左のアッパーで、ゆっくりとマットに沈んでいったライ、いやこれやばい、いやすごい、めちゃくちゃ聞いた、ストップストップストップ、ストップだ、ここでストップ、いや大逆転、すごい、すごい、まさに大逆転、いやすごい、打勝者はまさかの展開、青いグローブ平野涼雅、いやちょっと鳥肌立ちましたね、いやすごいですね、いやすごい、ほんまにすごい、はい、もうすごいっていう言葉しか出ないな、今出ないですね、もう言葉は必要ない、ここは神戸ファッションマート、頑張ったな、さあ七木さんいかがですか、いや素晴らしい、はじめはねもう圧倒的にライ選手のねペースだったのに、後からね、涼雅選手巻き返してね、もう打たれてるのにそれでもね、行くっていうのがね、本当に根性あるなと思って、そうですね、はい、いや、涼雅選手本当にすごいですよね、ねえ、はい、素晴らしい試合です、いや、すごかった、この試合、いや、もうリプレイを見たいな、本当にすごい、ね、途中まで誰もがライ選手が勝つやろうなと思ってましたよね、ライ選手の、 右ストレートが決まった時点で、うん、いやもう終わったかと思ったんですよ、なるほどなるほど、そうですね、あっこから立ち上がって、はい、でまだ向こうの攻防にも耐えて、はい、で逆に当て返し出して、うん、最後はしっかりブロックしてからね、はい、カウンターの右、そうですね、右をかましていったと、すごいですね、いやすごいですね、あすごい、さあマイクです、すごい素晴らしい、ね、岡山県の MTS 所属平野涼雅です、皆さん面白かったですか、いや面白かったと思って拍手してください、あ最高です、平井選手は強くて本当にちょっと途中心折れそうなぐらい強かったんですけど、まあ待っててよかったです、これからどんどん俺強くなるんで、いろんな団体をファン待ってます、多分日本で僕が一番強くなるんで、2年後3年後皆さん楽しみにしててください、おめでとうございました、ビッグマウスに偽りなし本物の実力を見せつけた勝者ブルコラ平野涼雅、こうなってきたら、はい、残りの2試合がねハードル高くなりますよね、そうですよね、どういう試合を見せつけるのか、いやいや盛り上がりどんどん右肩上がりの 2FC、うん、ボリューム0、まだまだ残り2試合見逃せません、負けるなと思ったんで、もう心を決めていったって感じです。